れではホンダドッグの純正アクセサリーを身につけた車がこちらでございます。あ、いいですね、フリード、フリード、はい、中が結構いろいろカスタムされてるところですね。そうですね、中と一応お外の方にもエンブレムをつけてるので、まずじゃあお外の方から、はいはい、ちょっと後ろの方に回ってくださいね。何が違うの？あのですね、実はやっぱ愛犬家の方にはちょっとこうエンブレムとかでこう愛犬家ですよっていうところをあのさりげなく、うん、あの表現したいなというところで、まず肉球のこちらこれがついてます、はい、ホンダドッグ、そうです、はい、こちらの方が2種類と、こっちがこれいい、ね、これいいよね、ありがとうございます。ホンダドッグで持ってる、うん、愛犬家アピールです。俺これつけてますよ。いいですよ、かわいい。あの結構あの肉球のモチーフ本当愛犬家の方に人気があって、いや、はい、結構人気ですよこれ。ありがとうございます。こっちがいいね。でもこれがあるとあのワンちゃん乗ってるんだなってのが分かりそうですよね。そうですね。これですね。これ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 。めっちゃいいじゃないですか。こちらがあのこんなしっかりしてるんだ。そうなんです。あの助手席と、うん、あの後席につけられます。これちゃんとしてるよね。ソフトケージになります。いやだからこれはミニチュアダックスだったら2匹入れても全然窮屈じゃない、ね、割と幅があるから。あ、こんなしっかりしてるんだ。そうなんです。さっきあのご説明したこうエアバッグの展開を逃すということで、うん、一応あの中に芯材を入れてあの形状がしっかり立つようにさせていただいてます、うん、いや、いいのこれ本当これ便利。中にリードフックも2個あるので、はい、2頭ちゃんまりだったら全然つけて、はい、めっちゃ便利これ、うん、分かる本当に。であの天面とあと側面が全てメッシュのあの窓がついておりますので、うん、まあ、あの寂しがり屋のワンちゃんとかだとあの飼い主さんの姿が見えるだけで全然安心感が変わると思います、ね、うん、まあ、ね、閉じ込められた感がないもんね。そうですね、うん、でこれが一つと、はい、はい、ですね。であと後ろの方、これ後ろ何ですか。こちらはですね、汚れないようにもう土屋さんはご存知かなと思うんですけれども、うん、あの鉱石全体をワンちゃんのスペースにする、うん、あのペットシートマットという用品になります。でもあのワンちゃんここでフリーにさせていただくこともできますし、やっぱりあのちょっとリードしないと窓扉開けた瞬間に飛び出ちゃう恐れがありますので、こちらもあの別売りであの飛び出し防止用のリードが発売されておりますので、一緒につけて確かね、あのそれこそさ爪、うん、があるでしょ、ね、で怖いもんだから踏ん張るじゃない、うん、車入れる、うん、とこっち側の、ね、シートが、ね、汚れちゃう。そうですね、これだったらいいな、はい、で、はい、あの先ほどのペットシートプラスワン2もそうなんですけど、うん、全てあの撥水加工されておりますので、うん、掃除できるやつ、はい、あの拭きやすく。でこちらはあの中にポールが一部入ってるんですけど、そちら取り外していただければご家庭のお洗濯機でも洗濯いただけます。じゃあ私ごめんなさい、あともう一個分からないこと、はい、何のためのチャックなんですか。さすがです、意味わかんないです。こちらですね、あのもう完全にこの状態にしちゃうとワンちゃんだけしか乗れないスペースかなと思いきや、あ、こちらのチャックを展開していただくことで半分ずつここに、はい、あの人間がこう座っていただくことができる。で例えば、まあ、お客様とか、なんかあとちょっと今日あんまりワンちゃんの毛がつきたくないなっていう方の場合は、失礼します、このようにあの背もたれ側をこう背面にしてこう毛がついてないところで座っていただくっていうことも、はい、できますね。確かにさ、夏場とかはね毛が抜けるからな。そうですね、まあね、ワンちゃん乗ってきちゃうかもしれないんですけど、いいじゃない、背中とかと、はい、お尻のところ、土屋さんいいんじゃないですか。いいんじゃない、ちょっとまたちょっとグッズとして、おトイプードルのココアちゃんです。このプードルちょっとでかくねえか、人懐っこいね、うん、人懐っこいね、いいね、ホンダドッグの T シャツ、はい、あの今日はちょっと PR のために来ていただきました、ちょっとね、はい、こんな T シャツも売ってんの。あ、そうなんです、はい、あ、そう、このサイズ感って結構中型犬ぐらいの大きさはあると思うので、うん、ある、どういとある、これはどういう感じで乗るか、おびえちゃん、これもうおびえちゃん嫌がってる、嫌がってるよ、全然 OK じゃん。はい、ココアさん、行って行って、はい、ココアさん、あ、全然、あ、いいじゃん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 、これもう出たがってるよあ、でも大きさ的には本当にちょうどいい、ちょうどいい、うん、結構中でスペースありますね。そうですね、走行中は閉めていただくのがちょうどいい、ちょうどいい、おすすめしてますね。ココア1匹でちょうどいいぐらい、そうですね、あのココアのこの大きさで2匹入りそうな感じですよ。ちょっと救急かも、結構あのミチッとなっちゃうかもしれないですけど、はいはい、で今回まあ小型犬中型犬もいけるんですけれども、はいはい、大型犬もいけるっていうのをちょっと試したいと思います、はい、後ろの方で、はい、では大型犬を、全然大型犬いけるでしょ
かわいい、でかい、お名前もうでかい、顔はもう阪神の佐藤テレビみたいな顔してるんですよ。えロイ君、ロイ君絶対ホームラン打つよこいつ。佐藤テル、あーかっこいい。ちょっと乗せてみます。はいはい、お入った、あおもう余裕ですよ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、余裕じゃないですか。楽勝楽勝。いいね、やっぱね、大型犬かっこいいね。いいですね。でも完全にもう運転してる最中にもう舐められそうだよね、後ろから。後ろからは舐められそう。もう絶対落ち着かないよこれ。いやでも車自体に慣れれば普通におとなしくしそうですけどね。確かにそうだよね、ほら、うんうん、今は初めて乗ったからあれだけど、そうそう、うん、お座りはお座り。何歳ですか？1歳、1歳ちょっとですね。あ、偉い偉い偉い。でも本当にいい顔してますね。よく乗ってる乗ってる。ほら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 、偉い偉い。4番バッターですね。ああ、なるほどね。いい顔してる、いい顔してる。野球選手に例えなくていいです。だって、ほらほらほら、絶対ホームラン打つよ、ね。でもこんな大きいのが乗っても余裕ありますよね。余裕としてる。余裕がある、余裕が、うん、余裕がある。もともと広い車室空間をよりこうマットに使うことによって広々ワンちゃんスペースとして使っていただけるので。いいじゃん、ちょっと、ね、窓からさ、ドーベルマンが見せたら怖いよな。怖いよね。お願いします。あ、ラブレドラブラブラブとかだったらすごい買ってらっしゃる方もね、はい、多いかなと思うんです、はい、ラブちゃん、ラブちゃん、うん、ラブちゃんはね、ラブちゃん、ラブちゃん、あれはステッカーとか貼ったりしてますよね。そうそうそう。じゃあ入ってください。なんかね、ゴールデンレトリバーとかこの大きさだと思うんですよ。はい、頑張れ。これ何歳ですか？チェイさん2歳です。2歳。まだ2歳。保険協会から2歳。キャリアチェンジで。ああ、そうなんだ、はい。お座りできる？お座り。この子はね、優秀な子なんだ。そうですね。ちゃんと訓練受けてるんだ。ラブって頭いいんですよ。うんうん、英語で指示出すと、シットって言うと座れたもん。あ、そう。シット。シットって言ったらおしっこしたらどうするの？シット。大丈夫、すぐ拭けば問題ないですね。発水加工。発音が悪すぎました。シット。発音が悪いから。発音悪いから。ダウン、ダウン。ダウン、ダウン。はい。ああ、おりこ。偉いね。ダウン。ダウン、おりこ。ああ、おりこ、おりこ、おりこ。あ、もう、あ、この子はまた違うね、穏やかだね。それはやっぱりあの性格にもよるとは思いますけど、ワンちゃんのラブは穏やかなの。だこのぐらい穏やかだと運転とかも全然もう余裕で、うんね、後ろは後ろでどうぞって感じですよね。うん、かわいくちゃん、かわいくちゃん。この子だったら NSX OK じゃない？全然 OK、全然 OK、全然 OK、 全然 OK。 こういう感じですか？はい、こういう感じで乗せていただくように。でもやっぱりここちょっと今乗っただけでも毛がワンちゃんたちでもつくんだなっていうのが、うん、そりゃそうだね。だからこれがあるからいいですよ。だからこれは必要なんです。だからこれラブレドールじゃなくて例えばゴールデンだともっと毛足がね、確かに毛並みっていうのかな、長いからね。短毛種でこれなのでやっぱこれがあると便利ですね、うん、これ最高にいいね、うん、これは便利だよ、はい、あと公園とかで結構お散歩させた後にやっぱどうしても拭いてもあどうしても足が汚れちゃってる時にですね、はい、こちら聞いてるだけでもうワンちゃんがいなくてもいいんじゃないの？最悪そうですよ、ね、例えばサーファーとかさ、本当本当全然関係ない、撥水だもん、はい、ねえ、うん、これはすごくいいな。そういう使い方もあるなっていうのは聞いて思いました、ね、便利便利いいですね。おとなしいな、この子2歳なのに。ラブだね、はい、ありがとうね。ありがとう、遊びに行こうね。ありがとうさん、よくわかりました。うち来る。うち来る。賢いからね。じゃあ遊びに来て。いかがでしたか？もう早く今すぐにでもワンちゃん乗せてどこか行きたいですね。いや本当だね。いやもうペット飼ってる人はたまんないよこの番組は、うん、もう本当に、うん、だって本当にさこうやってでかい犬が乗せたいもん後ろに、うんうんうん、でちっちゃい犬はそのゲージの中にさ、はい、入れてっていう。次はね海とか見せてあげたいね。そうですね、連れて行って、ね、海、あとはね山話し飼い、あの馬馬をね見せたいんですよ。馬乗らないし、この子。ずっとさっきから馬、ね、馬ってドーベルマンは自分が一番、ね、強いと思ってるでしょ、うん、世の中にもっと強いね、動物がいるってことを教えなきゃいけないんですよ。馬凶暴なシマウマ。これあのグッズは他にもまたどんどん増えそうですか？そうですね、あとこちら今日ちょっとご紹介してない中に、うん、あの宝石につけるタイプ の, あのサークル
タイプ の, あのアイテムもございまして、うん、やっぱワンちゃんとお出かけする際の移動時間も快適安全楽しくあの過ごしていただけるようなアイテムを今後もあの開発していきたいと考えております。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。